はい、てなわけでどうも皆さんこんばんは、キャです。今回はですね、レジェンズのね最新情報あるんで取り上げていこうかなと思います。で、最近ね結構編集とか頑張ってねやってるんですけども、まあ最新のね今日入ってきたばっかりの情報となるんで、ごめんなさいカット編集だけになると思いますが、一緒にね見ていけたらなと思います。はい、てことでドラゴンボールレジェンズのね、公式から更新が入っていますね。イベント限定キャラクターが新たに1体参戦予定となっております。で、誰が参戦するのか予想してコメントをしようと書かれているんですが、今回はねもう9月に差し掛かっているためですね、もうフリーザ編のねイベントとは全く関係なさそうですね。で、ハッシュタグの方も、ドラゴンボール Z フリーザ編っていうところがね、もうなくなってるんで、まあおそらくねフリーザ編の、キャラクターからは外れてくるんじゃないかなと思うので、ほぼノーヒントになりますね。皆さん何が登場するかぜひ予想してみてください。で、今回ね紹介したい情報はこれじゃなくて、一番のメインのやつが、続いてのやつでございます。どうぞ。はい、こちらですね。レジェンズリミテッド除くスパーキングキャラクターのユニークフラグメントが登場予定っていうね、いつものや筋肉出てきたけど、いつものねまあユニークフラグメントがまたね追加されるっていうシリーズなんですけれども、今回の背景ねこんな感じとなっていますね。で、ちょっと見にくいかなと思うので、画像拡大したやつを用意しますね。はい、拡大バージョンがこちらになりますね。スパーキングキャラクターのユニークフラグメントが近日登場予定と言ったわけで、まあねいつものスライドになってるわけなんですが、このねスライドの上下ですねの端に、いつもねその強化されるキャラクターのイラスト背景が描かれていて、まあ、それがねヒントになってるって感じになってるんですが、今回の背景のヒントはですね、なんか青っぽい、宇宙かオーロラかわからんけど青っぽいね、ちょっとした背景が映っていると言ったわけで、これがね手がかりになっているんですが、今回ねこの背景から考えられる、強化されるかもしれないキャラクターがヤバすぎるというわけで、紹介をしていこうかなと思います。いくつか候補があるんで、紹介していくんですが、まず1体目、はい、こちらになりますね。レジェンズロードの孫悟空ですね。これめちゃくちゃ似てないですか。背景ピッコロ大魔王とかその手下たちが映っているんですが、全体的な背景としてはこのね青っぽい、光がですねめちゃくちゃこのレジェロ悟空に似ているんですよね。で、いつもねこういったユニークフラグメントの指定のね、キャラクターの、まあ、ユニフラ追加っていうのはですね、毎回ね全開学生しているキャラクターばっかりが、強化されているわけなんですが、このねレジェンズロード悟空もですね、全開学生しているんですよね。で、このねレジェロ悟空何がやばいかっていうと、もうね結構レジェンズをね昔からやってる方は知ってると思うんですが、このキャラレジェンズのねゲーム内でももう過去最高級クラスのね、無課金キャラとして超活躍していた時期があったんですよね。本当にもう誰でも貫突できたし、誰でもね無課金ならまでね、覚醒できたし、そのくせねもう最強ランキングでもう全然トップ5入ってもおかしくないレベルの、当時はね本当にイカれた性能してたんですよね。今で言うともう悟空フリーザぐらいにねいろんなパーティーに入れてもいいレベルのもう幅のね、広さしてましたね。マジでピン刺しとか全然ありだったし、しかも当時リーダー機能ってなかったですしね。うん、そんな環境でブイブイ言わせていた無課金キャラになるんですが、このレジェル悟空が強化されるってなるとちょっとね期待できますよね。で、その他の候補も紹介していきましょう。こちらですね、メタルクーラーなんですけども、まあ、一応確かに背景は似てますね。似てるんですが、まあいきなりちょっとメタルクーラーって言われるとびっくりするね。うん、しかもこの前ね Z フリーザ編で一応フリーザのね全開覚醒とかもあったりして、周年からねずっと悪の系譜のキャラクターの強化が入ってるんで、まだ強化入れてくるんかっていうところはちょっと不思議に思うんで、まあ流れ的には可能性低いかなと思ってますね。で、次この青虎ですね。まあこれはちょっとあんま似てない気もするけど、うん、まあ一応結構ねツイッターのリプランにはあって見かけた気はしますね。うん、まあただこれも未来強化ちょっと入れすぎな感じもするけどね。うん、で最後僕がねパッと見で思ったやつなんですけど、このクリリンはちょっと考えたんですが、全開覚醒してないっていうところ、そうよく見てみたらそんなに
そんなに逃げなかったねっていうところがあるんで、まあこのクリリンは違うかな、うん、と思いますね。まあもしかしたらね、スパーキングの、レジェンズリミテッドを除くキャラクターとしか言われてないんで、これから全開覚醒してないキャラクターもユニフラ強化入ってくるかもしれないんだけど、まあ今のところはね、みんな覚醒してるキャラなんで、まあしばらくはそこ続いてくるんかなとは思うんで、まあこのクリリンはちょっと違うかなはい、と思います。はい、でレジェンズロードのね、悟空が仮にね強化来るんだとしたら、まあ全盛期のねヤバさっていうのをまあ紹介したいんで、元のステータスというか性能を見ておこうかなと思いますね。もう見てもらったら分かるんですけれども、もうユニークアビリティがねめっちゃあっさりしてる、この時代にめちゃくちゃね強かったんですよね。割と前回覚醒も初期組じゃなかったかな。で、まあメインとかはほっといて、あ、一応ね、無課金キャラにしては珍しい究極持ち、さらに踏ん張り貫通持ってますね。で体力回復気力回復あって、全開アビリティもね、レジェンズロード全体のステータスアップだったんで、当時ねこのレジェロ悟空を、皮切りとしてね、めちゃくちゃレジェロキャラクターが全開覚醒し始めて、でレジェロ根結とかレジェロ未来とかレジェロ合体とかね、そういうレジェンズロードのキャラクターを主体として使われている編成が流行ってたんで、この全開アビリティも普通に強かったですね。うん、でユニアビバトルメンバー1人につき、打撃用の目を 25% ずつアップ、はい、消去負荷じゃありません。で3人残ってるとなんか上がって、経由を持ってたんだよね。そう、気力回復と余ダメージアップっていう、もうこの経由のね気力回復、うん、気力問題をね解消してくれるっていうだけでマジで偉かったですね。うん、当時にしては割と破格だったりする。で場に出た時の余ダメアップ、打撃余ダメアップ、泥足アップ持ってますね。さらに、踏ん張りをね無課金キャラクターで持っていたっていうことで、当時ねもう踏ん張り貫通ライジングなんてほとんどのキャラが売ってなかったし、マジ踏ん張りのキャラクターめっちゃ株高かったんですよね。そんな中で無課金キャラでね作れて、しかもこのキャラって多分戦闘力150万ぐらい超えてくるんかなっていうね、前回覚醒のステータスの高さももらえて、このユニアビね当時めちゃくちゃ強かったんで、本当にねもう一体のキャラクターとしてもう完成したね強さを持ってたんで、しかも経由もできるっていうね、無条件経由なんで、本当にねどんなキャラクターとでも合わせることができたっていうようなピン刺し性能がマジで高かったキャラクターなんですよね。はい、でこれがね、仮に強化来るんだとしたら、まあ、めちゃくちゃ熱いと思うんで、ちょっとね期待したいね。うん、でもしレジェロ悟空が、強化来るんだったら、まあ、それにね関連したキャラクターも新キャラとしてね続々登場してくる気がするんで、まあ無印編とかね、ピッコロ大魔王とかなんかそこら辺の将軍系統とかね、無印の、まあ、キャラクターとかが来るんじゃないかなと考えられます。はい、ということで皆さんね、他にもなんか強化されそうなキャラクターの背景があったら、ぜひともね教えてもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。